これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナー、後半戦も3本お届けいたします。それではどうぞ。第3回全九州高等学校総合文化祭宮崎大会吹奏楽部門が25日26日の2日間、九州沖縄の各県からおよそ600人が参加し開かれました。大会は3年前から九州各県の持ち回りで開かれているもので、今回は各県から推薦選抜された11団体が参加し、本県からは13校で作る4つの合同吹奏楽団が出場しました。26日に宮崎市のメディキット県民文化センターアイザックスタンホールで行われた本大会では、各県代表が15分の持ち時間の中で交響曲やオペラ、ミュージカル曲などを演奏。これまで培った練習の成果を存分に披露し、ホールに響き渡る美しい調べで聴衆を魅了しました。また演奏だけにとどまらず、演出の面でも工夫が凝らされ、部員らがアイドルに扮し曲に合わせてダンスを見せたり、息の合ったカラーガード隊が登場するところも。授業で使う作業着姿で登場した高校は、コミカルな演技とともに脚立を使ったリズミカルな演奏で会場を沸かせました。面白いです ね。今年10月には本県で国民文化祭も開かれます。各県の垣根を越えた文化の交流が一層広がっていくことを願いたいですね。宮崎アートセンター創作アトリエで子どもと保護者が一緒に取り組む木のおもちゃ作りが行われました。この催しはおもちゃを手作りすることと合わせて、木や森林に関心を持ってもらおうと、宮崎国際大学准教授の森川美和さんらが企画したもので、これまで清武児童文化センターでも行われています。今回は杉の角材とヒノキの丸太で作る車や、中に鈴を入れた音の出るおもちゃなどを制作、切る、磨くといった工程が説明された後、参加者は早速各テーブルに分かれて作り始めました。一生懸命だ。子どもたちは先生となった教育学部のお兄さんお姉さんと一緒に、一生懸命ノコギリで丸太を切ったり、紙やすりで木を磨いて滑らかにしました。また普段見ることのない電動工具で穴を開けたり、木を切るところを興味深そうに眺める様子も見られました。参加している子どもたちや親御さんを見て、親御さんと一緒に楽しんで、親子のコミュニケーションとかもできますし、私たちの生活にこういった木はやっぱ欠かせないものになっているので、そういったことを知るきっかけになれたらいいなとは思いました。道具を使って作ることで手先が器用になったりとか、できたというその達成感を味わうというのもいいと思いますので、たくさん参加していただけたらなといいと思いました。親子で頑張って作った木のおもちゃ、これからもたくさん遊んで大事にしていってほしいですね。新富町のルビモール虹ヶ丘商店街にあるギャラリー新富で小学校合同作品展が開かれています。この展示会は新富町内にある小学校3校と支援学校1校の児童たちが作った作品を地域の皆さんに見てもらおうと、毎年この時期に開かれています。会場には書道や版画、絵画、俳句など多彩なジャンルの作品がおよそ400点展示されています。中には紙粘土を使ってお弁当に見立てた作品や、針金、ワイヤーを使ったワイヤークラフトなども展示されていて、児童らが楽しみながら作っている様子が想像できる作品があります。この展示会は2月9日日曜日まで開かれています。児童たちの元気が伝わる作品の数々をぜひ会場でご覧ください。
はい、それでは後半も振り返っていきましょう、はい、まずは、こちら全九州高等学校総合文化祭宮崎大会の吹奏楽部門が行われたということなんですけれどもね、うん、まあ素晴らしい大きな大会ですよね、うん、はい、で今日ご覧いただいたのは、うん、あの26日の、模様だったんですけれども、はい、前日25日にはプロムナードコンサートと交流会というものも行われて、はい、このプロムナードコンサートはイオンモール宮崎の日向テラスで行われ、はい、れたんだそうです。オープンスペースでね、いろんな方が楽しんでくださったと思います、うん、ね、まあ、これまた今年10月には本当にね国民文化祭も開かれますから、はい、またそちらに向けてね皆さんも頑張るんじゃないかなと思いますね。素晴らしい演奏でした、ね、あの脚立でこう叩いてる子たちとかいたじゃないですか、はいはいはい、なんかもう何でも楽器やっちゃなっていう ね確かにね、ちょっと生で聞いてみたかったです ね自由な発想でね楽しそうでしたね、はい、うん、さあそして2本目です、はい、木のおもちゃ作りなんですけれども、こちら宮崎アートセンターの創作アトリエで行われたということで、うん、こちらですね入場無料で、はい、事前の申し込みも不要ということで、もう午前10時のスタートから、はい、続々とお客さんが訪れたということで、そうなんだ、すごい行きやすいですよね参加しやすいですね、うん、やっぱ買ったおもちゃもいいですけど、はい、作ったおもちゃってずっと遊びますもんね。確かにね、うん、それがまた木だと手触りとかもいいんでしょう ね可愛いおもちゃがたくさんできていました、はい、そして、ルピモール虹ヶ丘商店街のギャラリー新富で開催されている小学校合同の作品展なんですが、はい、およそ400点ということで、はい、映像でもご覧いただきましたが、いろんなそのジャンルの、ね、はい、作品が揃ってました、うん、またこれ小学生が本当に迫力のあるね、心のこもった作品、そんなものがいっぱい揃ってますので、うん、ぜひ会場に足を運んでご覧になっていただきたいと思います、以上、ジモ通のコーナーをお届けいたしました。